こんにちは。カナダ在住ネームタスです。マスク絶対させたい満州知事、VS ウィスコンシン州議会の戦い、ということでお話をしていきたいと思います。はい。えっ、ー、と、最初にまず村の様子ですね。あの、おとついですねあの、ワクチン出張接種部隊が夕方に到着しまして、で、それを祝おうって言ってね、あの、お祭り騒ぎになってましたっていうことをね、昨日お伝えしました。はい。で、えっ、ー、と、今日ですね、それの、あの、 どんな感じだったかっていうのは話なんですが、あの、こんな感じであの、アイスキャンドルがですね、並べられてました。今年ね、ちょっと雪があの、ありえないぐらい多くてですね、えっ、ー、と、2メートルちょいぐらいかな、あの、今雪の壁がここにできてるんですけど、そこの上にこうやってバーって並べたりとかして、ここにも並べてね、はい。で、えっ、ー、と、また全然違うところの雪山に並べたりとかして、なんかすごく綺麗な感じになってました。はい。で、えっ、ー、と、昨日、今日とね、ワクチン接種がされて、で、えっ、ー、明日その舞台は帰っていくっていう感じですね。 はい。で、まあ、残念なお知らせになりますが、あの、お金持ちがね、なんか自家用ジェットみたいなもんで来たみたいなね、そういう話はね、この前話したのビーバークリークの話ですね、そこみたいなことは起きてないっぽいので、えー、まあ、残念ながらそういう系のニュースは今回はないかなというふうに思います。はい。ちなみに今回僕はワクチン接種を受けていません。はい。で、続いて、えっと、ツイッターの発表に関してですね、えー、Google との戦略的パートナーシップを拡大するというふうに発表しました。 今後、Google からのデータでより多くを知ることにより、より早く行動できるようにするということなので、まあ、どんな行動って言ったら、まあ、検閲みたいな話ですよね。まあ、こういうのをですね、まあ、大やけに、でかい声で言うようになっちゃったんだな、っていう感じですよね。はい、まあ、これはもう、暴走に歯止めがかからなくなって、で、手口がさらに巧妙になる可能性が非常に高いかなっていうふうに思うので、 怖いですね。今の世の中、本当に。まあ、誰かなんとかしてくれないかなっていうふうに思います。もう、これ、あの、アメリカの問題とかじゃなくて、本当に全世界の問題になってくるんですよね。うん、やっぱこのビッグテックをなんとか止めてくれる勇気ある議員がね、いっぱい出てくることを僕は祈ってるしかないんですけど、出てきてくれるかなっていう感じですね。とりあえず、ね、まずは、えっ、ー、と、欧米圏がね、えー、先導を切ってやってくれることによって世界中に広がっていくと思いますので、まあ、なんとかね、まずは、欧米のどこかの国で、 大きな大きな動きになってくれたらいいなというふうに思っています。はい。えー、で、続いて各サハメディアの CEO が交代しているっていう話をしておきたいと思います。えー、今日ですね、CNN の CEO のジェフ・ザッカーが2021年度末の契約終了とともに CEO を退任するということを発表しました。 はい。これあの、何かの責任を取って辞めますっていう話ではなくて、えー、純粋に契約が切れるからっていうことだそうです。まあでもね、その契約を延長しないっていうところで何か理由あるんじゃないのっていう話になるかもしれませんが、まああれかな、あの、トラさんをね、散々痛めつけた、えー、なんて言うんでしょう、もう役割がおお終えたからみたいな感じだったりとかするんですかね。はい。 で、あとは MSNBC の CEO のフィル・グリフィンですね。もう2021年1月末。えー、なんで先月末に退任をしています。で、あとは、えっと、ABC ニュースの CEO のジェームス・ゴールストンも、えー、2021年3月、えー、来月末ですね。に退任するということが発表されています。まあ、今、続々と辞めてますので、何なんでしょうね。何が起きてるんでしょうかね。やっぱりトラさん関係してくるんかなとか思っちゃいますよね。なんか視聴率はね、確か CNN は先月末か何かがすごく良かったみたいな感じで、確かニュース出てたんですよ。 うん、なので、まあでもね、選挙前とかはどうだったのかとか、その辺ごめんなさい。詳しくは僕調べてないんで何とも言えないんですが、何が起きてるんでしょうかね。ちょっと何か意見がありましたらぜひ皆さん、あの、コメントをください。よろしくお願いいたします。はい。で、続いて、グリーン連邦下院議員のいじめの動きですね、をご紹介したいと思います。 えー、時事弾劾をするっていうふうに宣言をしてしたのが1月の中旬。で、実際に1月21日に弾劾決議案を本当に出しました。で、えっ、ー、と、これに関しては、ね、勇気を称えたいというふうに僕以前紹介したんですが、えっ、ー、と、まあ、このあたりからですよね、なんかグリーン議員を集中放火する動きが、えー、特に会員でありまして、 えっと、過去にした、いわゆる Q アノン関連の発言ですよね。えー、それがだいぶ問題視されてるんですね。で、まあ、一つ確かにね、あの、学校のね、銃乱射事件で亡くなった人たち関連の話かな。で、あんまりよろしくない発言が過去にあったっていうような感じとからしいので、 うーん、まあ、うん、うん、まあまあまあっていう感じはするんですけど、でもね、あの、会員で他にも問題の人いませんかっていうふうに思うんですよね。うん。今、2名ね、あの民主党側でもやり玉に上がってる、えー、女性の会員議員はいるんですけど、えー、その辺はどうもしないんですかっていうふうに僕は思ってしまいます。はい。で、えっ、ー、と、今日されたのがですね、このグリーン議員が今所属している委員会があるんですが、それをそこから除席するっていう話ですね。それが、えー、今日、 採決取られまして、結論からいくと賛成多数で可決されました。この人ですね、連邦会員の教育とか運輸委員会、そして予算委員会に所属していたんですが、そこから除名するということだそうです。で、えっと、最初に出てきたニュースは218賛成、210反対で、まあ、見事に共和党民主党で、あの、きっぱり切れたっていう感じだった。 ようなんですけど、その後また新しいニュース出てきまして、えー、賛成230反対199っていうふうになんか数字が変わりました。えー、とりあえず、共和党側から11人の裏切りが出たと。まあ裏切りと言っていいのかなまあこれは信じるところがいろいろあると思いますので、えー、まあ一概に裏切りとは言い切れませんが、まあとりあえず11人が共和党のトップの人たちからちょっと求められていることとは違う行動をとったということですね。はい。 まあ、あの、一年半後にね、もう中間選挙控えてますので、下院議員は。大丈夫なのかなっていう感じですよね。このグリーン議員はね、もう熱烈にトラさんを応援していますし、うん、そういう面ではね、なんかマイナスに働きそうだなーっていうふうに思ったりとかはしますね。はい。で、まあ一応ですね、このグリーン議員の処遇に関してなんですが、共和党は今後発言に気をつけるように注意喚起をする程度に留めているということなので、その、例えばもうすぐに議員を辞めろとか、そういう動き等々はしないということだそうです。はい。 では続いて、リンウッドさんに関する話ですね。あの、暴走モードに突入する可能性があるということです。まあ、すでにもう大暴走してますけど、えー、っと、ジョージア州で今ね、リンウッドさんの弁護士資格の取り消しをする動きがあるんですよね。えー、今、その健康状態が怪しいっていうふうに言われてるんですよね。なんか精神錯乱状態なんじゃないかと。で、えー、っと、鑑定を受けて、精神上問題ないっていう答え、えー、結果が出ない限りは、弁護士資格を剥奪するっていうふうに言われてるんですよね。 で、それに対する反論を、えっ、ー、と、リンウントさん側から出しまして、昨日ですね、出しまして、今自分の手元には、例えば自分がずっと言い続けてきたら選挙不正に関する証拠が USB の中に入ってると。で、他にも、えー、散々言ってきた、例えばペンス副前副大統領であるとか、えー、ロバーツ連邦最高裁裁判長の話、あとはロゼッセイン前副司法長官の、えー、いろいろやばいことをやっていた。 証拠があると。手元にあるから、もう興味があるならぜひ見せてやるよと。これ見て、まず本当に私の発言が正しかったか、それとも間違っていたかを確認し、判断してくれというふうに、えー、書面で反論をしています。はい。とりあえずですね、2月の12日までは証拠提供をどんどんしていく予定だということなので、まあ、これからなんか本当にやばいものが出てきたりとかするかなというふうに思ってますので、まあ、あの、 楽しみにしておこうかなというふうに思っています。はい。で、続いて、えっと、不法移民に対する対策の法案の話をしておきたいと思います。え、ちょっとこれびっくりしたので皆さんに紹介したいと思います。え、共和党側から予算の修正案が提出されていたんですね。内容としては、不法移民が今後発行される給付金を受け取ることを禁止するという条項を盛り込もうっていう修正案だったんですね。で、まあやっぱりこれ、不法移民に関することで、ね、その人たちってどうしてもお金必要になるじゃないですか。で、そうなると、 イメージとしては民主党がね、もうこれはご利用ししていって絶対に渡すべきだっていうふうに言うかなっていうふうに思ってたんですが、意外や意外、あの、賛成58、反対42で可決されたんですね。つまり民主党側の中でも8名の人が、えー、不法移民には給付金を渡すべきではないというふうに考えているということなんですよね。まあ、あの、本当に一枚岩ではないっていうのはね、どこの国でもそうなのかなっていうふうに思うんですが、も、ま、う、あ、これは非常にい,い兆候なんじゃないかなというふうに思いました。はい。 では、えー、最後、マスク絶対させたいマンウィスコンシン州知事に関する話ですね。えー、まず、これ前提として押さえておいていただきたいんですが、州知事はいわゆる大統領です。はい。えー、なので、州知事例っていうのを発令する権限を有しているんですね。で、まあ、大統領令も州知事例もどちらも変わらないのが、えー、憲法とあとは法律の範囲内でないと命令することができないんですよね。 で、えー、その中の一つに、まあ、特権って,言っ,て言ったらいいのかな。あの、緊急事態宣言を出すことができるんですね。で、えっ、ー、と、2020年3月12日,12日に、ウィスコンシン州は公衆衛生上の緊急事態宣言を発令しました。で、この緊急事態宣言下では、知事権限が拡大されるんですね。で、それを用いて、この知事はマスク着用を州民に義務付けました。はい。 で、えっ、ー、と、この緊急事態宣言というのは、効果は60日間というふうに法律で決まっています。で、それが経ったら自動で執行するということです。で、もし仮に延長させる場合には、衆議会の承認が必要であるということです。ただ、ウィスコンシン州はあの、共和党優位の州になるんですね。 えー、なので、州議会は、この延長に関しては承認しませんでした。にもかかわらず、州知事は、えー、5月11日に執行したにもかかわらず、えー、緊急事態宣言を延長したんですね。はい。で、まあ、あの、これ、正確に言うと、あの、新たな緊急事態宣言を出したっていうふうに言った方がいいかなっていうふうに思うんですが、えっ、ー、と、その、3月12日に出したものが切れたから、まあ、新しいの出しました、みたいな感じなんですね。で、えっ、ー、と、こんな感じの、その、いわゆるあの、なんて言うんでしょうね、あの、 自転車操業みたいな感じって言った,言ったらいいのかな。えっ、ー、と、まあ、7月30日にもまた新たな緊急事態宣言出して、9月22日もにも出して、えー、11月20日にも出して、1月19日にも出したということなんで、こんな感じでもうずっと緊急事態宣言を出し続けることによって、まあ、あの、マスクだけじゃないんですけど、あの、そのいわゆる、えー、知事命令っていうのを出すことができる状態にしているということなんですね。はい。で、これって、 一見、まあ、問題なさそうに見えるっちゃ見えるんですけど、変な話なんですよね。だってその法律に60日間の期限しかなくて、で、延長させるためには、議会の承認が必要だというふうになっているにもかかわらず、ダメになったやつをそこをまたもう一回出すって、これじゃあその法律の文言いらなくねっていう話になるんですよね。はい。なので、えっと、1月21日にウィスコンシン州上院議会が、周知事例を無効にする決議案を出しました。 はい。で、これはですね、もうすでに可決されて、えー、それで周知事例が無効にされたということなんですね。つまり、もうその、例えばマスクの義務付け等が、えー、もうなくなったという話なんですけど、これが可決したその直後に、えー、この周知事例が無効になった直後に、えー、新たな周知事例を発令するっていうことで、また意味のないことになったんですね。 はい。なので、この後ね、もしかしたら、ウィスコンシン州上院機会はまた、えー、上、この、周知事例を無効にする決議案を出して、可決して、で、周知事例が無効になって、で、その後また新しい周知事例が出てっていう、あの、なんて言うんでしょう、不毛な戦いが待ってる可能性があるんですよね。はい。ま、あの、本当に終わりの見えない戦いになっていきそうなので、うん、このマスク絶対させたいマンさんはね、なかなか、ね、すごいなというふうに僕は思ってしまいます。 はい。まあ今ね、あの各州で、あと各都市でね、えー、選挙も終わったということで、どん、続々とね、その、えー、経済を回し始める動きがありますので、まあ週、ウィスコンシン州まで、ね、そういう感じになっていくかなっていうふうに思うんですが、でもこのマスクに関してはね、まあ、あの、自称大統領でさえもね、あの人もゴリゴリのマスク絶対させたいまんだから、うん、なかなかね、 難しい話ですよね。はい。ちなみに僕の住んでる有ュン州っていうところの、えー、トップの人もマスク絶対させたいマンなので、えっ、ー、と、いつからだったっけな ?12 月の半ばぐらいから、えー、マスク絶対しないといけなくなっちゃいました。この前、あの、僕の同僚のインド人がですね、えー、マスクしてないことがですね、あの、警察にバレて、575ドルの罰金をくらってました。えー、5万7千円ぐらいですかね、日本円にするとね。はい。を、えー、罰金くらってたので、ああ、残念残念っていう感じでした。はい。 まあ本当にねあの、早く普通に戻ってほしいですね、はい。というふうに心から願っています。はい、ということで、またあのウィスコンシン州ですね、このふえー、とまた同じ、ね、周知事例出して、無効にして周知事例出してみたいな話がまた出てきたら、また皆さんにご紹介したいと思いますのでよろしくお願いいたします。はいえー、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。最後はあのタヌキがすごい あくびをしてねえこの下ベロとかあるとすごくあのリアルな感じがしてな何とも言えませんがこの分かりますこのヒゲの長さこのタヌキのヒゲってすごいんですよねなんかブホーってなってて前にブホーってなってるんですよ <laughs> すごくねあの寝る時僕の枕元にいるんですけどすごくくすぐったいですはいということで最後までご視聴ありがとうございました失礼いたします